このビデオでは、Archicad の新しい起動ダイアログをご紹介します。ユーザーは毎日複数のプロジェクトに取り組んでおり、毎朝複数のプロジェクトを開くことになります。Archicad の新しい起動ダイアログは、最近のプロジェクトに焦点を当てています。この新しい機能により、ユーザーは異なる Archicad インスタンスで複数のプロジェクトを一度に開くことができ、起動がより早く簡単になります。 アーキ a d のショートカットをクリックして起動します。新しい起動ダイアログが表示されます。プロジェクトファイルをクリックしてアーキ a d を起動した場合、このダイアログは表示されないことにご注意ください。新規作成、参照、そしてチームワーク、オプションが上部にあります。新規作成を選択すると、ファイルメニューの新規作成コマンドで開いたダイアログに類似のダイアログが表示されます。ここで、 テンプレートおよび作業環境プロファイルを選択できます。参照を選択した場合は、直接ダイアログの Archicad ファイルブラウザにアクセスすることができます。チームワーク開くコマンドで開かれたダイアログを開きます。チームワークプロジェクトコマンドに参加します。ここでは、利用可能なチームワークプロジェクトから選択できます。これらのボタンの下には、 最近のプロジェクトトリストがあります。このリストは現在のバージョンで開かれたもしくは保存されたプロジェクトのリストになります。これらのプロジェクトはタイルもしくはリストビューで参照できます。名前まだはキーワードでファイルを検索またはフィルタリングすることができます。設定アイコンをクリックするとレガシーおよびアーカイブプロジェクトを開くための事前選択設定が表示されます。例えば、 要素をアーカイブから直接読み込みチェックボックスをオンにすると今後起動から開かれたアーカイブプランに対して有効になりますプランは名前日付サイズタイプで自由にソートできます ファイルタイプは PLN、BPN PL、b l a DPL、MOD、フラッシュ後のリカバリファイルなどリストによって区別されます。リストからプロジェクトを選択し、選択内容を開くボタンをクリックするかダブルクリックします。リストから実際のプランを削除するには、項目の削除、バックスペースキー、または青の X 記号を使用します。リカバリファイルの場合、 赤い X が表示されます。それをクリックすると、要素と回復データも削除できます。リストの要素の上にカーソルを合わせると、プランに関する情報を含む情報タグが表示されます。表示される情報は次の通りです。プロジェクト名、ファイルの保存場所と時間、プロジェクト ID、プロジェクトの状況など、一度に複数のプロジェクトを開くことができます。 複数のプロジェクトを選択する場合、選択内容を開くボタンをクリックした後、複数の Archicad インスタンスでプロジェクトが選択順に開きます。ローカルの最近のファイルが使用できない場合、例えば置き換えられたり使用できない外部サーバーにある場合、移動ダイアログで使用負荷とオーバーレイでグレー表示されます。 タイルビューには、プロジェクトはタブから保存された大きなプレビュー画像と交互に表示されます。ファイルのプレビューがある場合、プレビューの左上隅にあるアイコンにファイルの種類が表示されます。この場合、タイルプレビューの上にカーソルを合わせると、情報タグが表示されます。このビューでは、タイルの右上隅にある青い X 記号をクリックして閉じることができます。リストの上にある 並べ替えコントロールグループを使用して、タイルビューでアイテムの順番や並べ替えを変更することもできます。まとめると、a r c c a d の新しい起動ダイアログは、a r c c a d プロジェクトの開始プロセスを簡単にし、スピードアップします。